こんにちは井上です今日は年末年始にやってはいけないこと、まあ、年末年始に、まあ、効率化のために年末年始やってはいけないことということで3つ挙げようかなと思います一つは大掃除です大掃除で、まあ、もう1年の終わりにきれいにしましょうって話でありますけども、まあ、まとめて掃除すると大変ですよねだから大掃除って私はもうやってないです まあ、サボってるわけではなくて、で、普段から綺麗にしてる。めちゃくちゃ綺麗にしてるわけじゃないんですけども、ここの映る範囲は綺麗にしてるんですけども、めちゃくちゃ綺麗にしてるわけじゃないですけども、そのちょくちょく掃除をしてます。で、いらないものを捨てたりっていうのをやってます。だから年末年始に、まあ、年末ですよね、大掃除って。まあ、それを1日とか時間かけて力を入れてやるっていうのであれば、まあ、今日が12月の22日ですので、まあ、今日から、今日、 だからちょっととずつの掃除を始めててみいただくとで私は朝掃除することにしてるんで、朝ゴミを捨てるとか、まあ、何かゴミ,ゴミ袋、紙袋にいろいろゴミを入れて、いろいろ捨てていくっていうのをやってますんで、まあ、それをずっと続けてます。で、本当にめちゃくちゃ綺麗なわけじゃないんですけども、大掃除の負担感はないです。 で年末にお掃除しなきゃってなるとそれで予定も詰まってしまいますし,憂鬱,になってしま憂鬱になってしまいますし、まあ、何かそのきれいにして年を迎えるっていうんであれば、まあ、きれいにして朝を迎えるぐらいに毎日日頃がそういう気分であった方が私は効率的かなとは思います2つ目が目標設定と、えー、年が明けてじゃあ今年は何をやるぞと目標すると <laughs> その書き初めするなり何かノートに書くなり、うん、パソコンの中で打つなり それをブログなどに書いたりとか、まあ、そういうのってあるかと思うんですけども、まあ、じゃあ2022年に立てた目標ってどうなってたかっていうことですよね。日頃それを意識していたかどうかということで、まあ、それだったらその、そこでいきなり年明けに目標を立てる必要はないかなと思います。でそこで立てるんであれば、まあ、今日12月22日に目標を スバッとと立てると12月のうちに今やりたいことっていうのを整理していただいてでそれに向けてもう今日からなり明日,明日からなり始めていただくとで目標っていうのは常に意識しておくものではありますので、まあ、そこを年年明けだけにっていうのは非常に効率が悪いかなとは思いますで私はまあ目標っていうのもありますけどもど どちらかというと、やってはいけないこと、自分がやらないことって決めてることをリストにしていて、それを毎朝見るようにしてます。で、やらないことをやらなくなるってことは、やらなくて済むっていうことは、まあ、自然とも自分のあるべき姿、理想の姿に近づいていくっていうことではありますので、まあ、そんな感じで毎日見てます。まあ、目標といったら、独立後の目標といったら、まあ、時間があって、 ちょっとしたお金があって食べていけることではありますので、その目標は私は毎日意識はしてますで。もちろん数字の上で1年間の区切りっていうのはあって、それを見るっていうのは大事ではありますけども、その安易に年明けに目標を掲げてっていうのはもうやらなくてもいいんじゃないかなと思っているところです。だから1年の始まり、1月1日なり最初の 仕事始まりっていうのもまあないって言ったらないんですけどもその時に目標を掲げるっていうことはないです。で仕事を納めはちなみに今回のカレンダーで行くと28が水曜日なんで一般的にはここが多いかなと思うんですけど私はまあ30からあ30が金曜日なんでそこまで平日ということで普通にいつも通り仕事をしつつ遊びつつっていう感じにします。まあ、27からちょっと 旅行に行ったりっていうのはあるんですけども、そういう生活です。で、31と1日は今回土日なんで、で、2日が平日扱いではあるんですけども、これが元日、元旦の振り返り休みなんで、ここは祝日扱いで、でいつもの通り祝日扱いにして、まあ、3から平日っていう感じですかね。ただ、毎日の習慣というのはありますんで、それは、 1>, 1日であっても31であってもやります。でこの YouTube は平日毎日のことにしてるんで、今のカレンダーでいくと、12月は30日まで。で、1月は3日から3、4、5、6っていう感じにしようかなと思ってるところです。まあ、そんな感じで過ごすようにはしてはいます。でど、年末年始にやってはいけないことの3つ目としては、うん 今年もありがとうございましたとか、明けましておめでとうございますっていう投稿はいらないかなと思うんですよね。それだけで。で、1年に1回、そのタイミングだけ投稿するっていうのは非常に非効率かなと思います。で、まあなんか、何かしら SNS の投稿なり、ブログなりの発信なりっていうのは、まあ、自分をこの知ってもらうとか、自分の売り上げにつながる可能性があるというのが目的ではないかなと思うんですけども、 まあそれがなしで、まあ、単に楽しみでやっていくっていう、やるっていうのも、まあ、ありといえばありなんですけども、まあ、独立後って、まあ、なかなかそうはいかないところもあるかなと思うんですよね。まあ、常に売上のことを考えてるわけじゃないですけども、まあ、何かに時間を使うんであればその仕、仕事で使うんであれば、もう完全にプライベートとして、SNS を考えるんだったらいいんですけども、仕事としてやるんであれば、営業の要素もあって、 ななけければいいいいととあった方がいいとでそう考えた時にじゃあ年に1回年末や年始に投稿してでそこでお久しぶりですとでそこで何か宣伝をするっていうのはちょっとやりにくいでしょうし、まあ、やったとしても効果は薄いかなと思うんですよねだからある意味効率は悪いと良くないとでそれだったら日頃から投稿していてでその中に営業が まあ、営業的な要素が入っていたとしても、そこは自然に投稿できると、見ていただけるということにはなりますんで、だから年に1回のその年末年始の投稿っていうのはやらない、やらなくてもいいかなと思ってます。で、もしやるんだったらもう年内にしれっとあの投稿を始めて、また継続してみると。で、年をまたいで、で、年明けも継続していってと。で、その年内に何かを始めるっていうのはいいかなと思います。 日頃から発信をされている方で、じゃあ、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いしますという投稿で、一記事使ってしまうというのは、非常に私はもったいないかなと思います。で、年末もそうですね。今年もありがとうございましたというところで、一記事を使ってしまう、一記事の枠を使ってしまうというのは、非常にもったいないので、まあ、もしそういった要素を入れるとしても、何か他のノウハウと絡めて入れた方が、発信した方が、私はいいんじゃないかなと思っています。 で私はま1月1日に書くことっていうのを決め,決めていて、まあ去年に、去年、今年、今回だったら2022年に買ってよかったものっていうので、まあ、それをブログでも YouTube でも上げようかなと思ってはいますんで、まあ、それはその枠その、そういった枠として使っているということですで。挨拶だけで終わらせないというふうにはしてはいます。 あのじゃあいいよ、一記事ぐらいいいよっていうので、挨拶だけにするっていうのもありでしょうし、その普通上の記事と挨拶の記事と両方あげるっていうのもありでしょうし、で普段 SNS を投稿していて、その今年もよろしくお願いしますという投稿も上げておくっていうのも、それはそれでいいかなとは思ってはいます。ただ、そこの SNS でもやはりコメントいただいてなり、やり取りをしてっていうのに、ある程度の手間はかかりますので、まあ、それをやるかどうかですよね。 あえて1月1日なりは静かにしておくっていうのも一つの手かなと。私は、まあ、今回は1月1日、SNS の投稿も平日毎日ということにしてるんで、まあ、その1月1日は今回たまたま日曜日ではありますけども、そこには何もあげないようにはし毎年してはいます。まあそんな感じで、まあ、年末年始っていうので、いろいろと 時間、時間が多少あるようで意外となかったりもするんで、まあ、何をやるかっていうのを、まあ私は今はもうそこの、そのあたりの時間がコントロールできてるんでやりませんけども、昔は年末年始にやることっていうのでそのリストを作って、まあどれができてどれができないかっていうのを計画していたっていう時期もあります。あ、まあそういったことをやってみていただくのもいいかなと思います。で、溜まっている仕事を片付けるっていうのも、 中長期的には理想的ではないですけども短期的に言うとそれを今やった方が年明けすっきりするっていうんであればそれはやってもいいかなと思います、まあ、プライベートを楽しみつつたまった仕事も年,年内のうちに片付けていや、まあ、やって終,わ終えておくという感じですよねただそれが今年も来年も再来年も続くようであれば何か根本的に変えないと 日頃の時間管理なりを変えていかないと、えー、仕事の依頼の受け方などを工夫していかないと、毎年そういうことになってしまいますので、まあ、そこは中長期的には脱却し,した方がいいんじゃないかなと思っています。まあ、今日はもう年末年始にやってはいけないことということでお話しさせていただきました。ぜひ、のいいなと思ったら取り入れていただければと思います。では、これで終わらせていただきます。ありがとうございました。